今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君と、ピアでございます。はい、モンストニュースがありましたので、モンストニュースまとめの時間でございます。はい。ということで、まあ、ニュース終わってから、くーっといろいろ調べまして。今日多かったからね。多かったからね。あ、大変やった。何気に大変やった。あ。で、その、調べた情報をギューッとまとめて皆さんに、どうぞお届けしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まず行きましょう。身長で重いかね。これ。はい。明日のおじさんね。ヒゲな。こっちじゃないからそうそうそう。頭はちょっとないみたい。頭ないって言うなよ。自分もや。明日の9月の22日金曜日19時からとなっております。はい、これもあのギミック出てますので、よかったらね、皆さん調べてみてください。はい。はい、お次は9月30日はモンストの日。おー。ラッキーモンスターで今期。うん、1万。あ、超えていけ。うん。オーブ引き換えチケット欲しいです。これもあります。いっぱいください。はい、あとお得なパックの再購入が可能にということなんですけど、これどれだったら買うかっていう話なんだけど、うん、俺だったら左下のやつ、初心者応援パックプレミアム1000円のやつね、うんうん、これアルファが一応排出対象としてあるから、うん、ワンチャンアルファ狙いに引いたことある、うんうん、あ、あるんや。ある、うん、アルファ出た。出た。はい。欲しかったやつが。どうやったかな、覚えてない。そこ重要じゃない。じゃあアルファって結構おるからな。うんうん、だからもうアルファの数が結構おるから、もうね、うん、当てないよ。そう、だから結構ギャンブルになるので気をつけてください、うん、はい。あと星6確定ガチャの初心者応援パック、うん、10体を更新ということで、おー、これ結構なかなかなキャラクター来たなと思った。うん。うん。まあ、グングネルとか、あと、ルイス・キャロルに関してはめっちゃでかいな。この2体でかいね。うん。やけど、マジこの2体やな。あ、そうやな。あ、シンドバットもまあまあやな。あ、これシンドバットか。うん。と、これも右ないや。これ、アヌビスかなんかじゃないの。あ、ほんとや。あー、でも、使うとしたらだいぶ後やな。拠点やもんな。あ、拠点の後半やからって考えると、これも結構ギャンブルチックやな。そうやな。欲しいキャラクター結構限られてくんぞ。うん、うん、あと使うとしたら天馬でサルタヒコ使うぐらい。あ、ちゃうかな。そうだな。うん、うん、あんまりおすすめせえへんな。そうだな。480円やで、まあ、これをどう捉えるかやね。いや、480円バカにしちゃいかんからね。そうやな、はいはい、10周年おでけけスポットキャンペーン。お出かけ。スパイファミリーじゃないんで。10周年お出かけスポットキャンペーン開催ということで、こちらが9月の22日金曜日4時から10月の16日月曜日3時59分までとなっております。なんだこれは。内容いきましょう。スポットでお出かけコインを集めようということで、まあ、勝手に落ちてくるってこと？そうやと思うで、まれに金のお出かけコインとかゲットできんねんけど、じゃあこれ集めたらどうなるのか。うん、現金に変えられるみたいな。最高やな。めっちゃ必死で集める。めっちゃ今スポットばっかり行ってないの。はい、こうなりますと。おお。千景の書いったかさ、金ってやばない？ 1 個でさ、結構ええやつと。じゃあ本当に稀ってこと？金が出てくるの。ああ、そうやと思うで。ものすごい稀なのかもしれんね。分からん。激レアぐらいの。いや、もう分からん分からん分からん。どれぐらいか分からん。とりあえずあれや、あの移動するときは、うん、あの開いてね、スポットのとこ開いとけ。そうやな、うん、で気がついたら知らんとの間に金のやつがあったみたいな。あ、うん、そんな形になるかもしれんね。かもしれんな。うん、まあそれが一番ベストかなと思います。うん、あとモンスポットにコラボ店舗が登場ということで、ほう、でラウンド1串カツ田中では金のお出かけコインが必ずゲットできると。要はそこ行けよってことやな。うん、近いやったらな。そうやな。うん、まあでも一応期間あるから、うん、まあ、後半やばくてどうしてもっていう時。まあでもさ、銀のコイン集めて金のコインに変えれてん。ああ。いやで、それで無理してね、金集めなくても。そうやってすればいいんじゃないな。って思った。まあ、うん、まあこの辺はどうするか、まあ皆さんね、うん、近い遠いもあると思うから、うん、各自でちょっと調べてみてください。はい。あと、信号絶、どけそこ取り。またこれ覚えにくいの来たね。な。どけそこ取り。うん。顔どこ？顔、あれあれやろ、なんかモザイクみたいになってるやつやろ。違うの？分かんない。何がどうなっとんのかよく分かんなくて。黒のぐちゃぐちゃってなってるとこは顔やろ、あれ。あ、なんか、こうやって、ビビビビビ。うん、なんか太陽みたいになってるやん。うん、これやと思うね。へ、え、ぇー。
はい、初回降臨の方が9月の30日土曜日17時から19時までとなっております。モンストの日やん。そう、10周年アニバーサリーパーティーの日なんだけど、そう、さっき言ったモンストの日やから、うん、適正キャラクターでガンガン周回するのがベストや、ね、うん、結構これの適正キャラクターの予想が重要になってくる。俺プレッシャー頑張ります。なんか来たよ。びっくりしたな。あれ、鳥獣の新限定キャラクターが実装されると思いきや、うん、グリファンやったっていう。なあ、ちょっとびっくりした。あ、そっちと思って。うん、新島八重が登場ということで、ガチャの開催期間が9月の23日土曜日の祝日12時から9月の25日月曜日11時59分までとなっております。はい、まあ、引きます。はい。じゃ、軽く詳細いきましょう。はい。太陽ギミックのアビリティが、超アンチ重力バリア、マインスイーパー EL、うん、超アンチワープ。これは、アラヤ深淵でございます。で、レーザーバリアキラー L、ピットンブレイカー、壁 SS ターン短縮を持っております。うん。で、友情コンボの方が、超デスパークパレット。まあ、これ、他持ってるキャラクターはミカエルとかかな。うん。で、タッチ貫通弾。これはちょっとあんまりね、聞き覚えない人多いと思うんだけど、うん、サーラさんっていう、機械の冒険船のやつよね。そう、あいつが持ってるやつですね。だからまああんまりこう使ったことある人は、うん、どうなんやろ、どんなんかわからん。正直サーラさん自体全然使わんから、うん、俺もちょっといまいちピンときてないかな、うん、また調べときます。ほう。で、ストライクショットの方が20+8弾、自強化、敵に触れるごとに貯めたパワーを放出。うん、これどうやったかな、ちょっと覚えてないな、無属性やったかな、どうやったかな。これちょっとまた詳しく調べて考察動画の方で、まあ、皆さんにお伝えしたいと思います。はい。まあ現状で言ったらまあそこそこ強いけど、これ他適正もらえるんかなって言ったとこやな。そんな深淵のあそこしか使えませんみたいなやつだな。うん、かなり特化型やん。そう、かなり特化型やからどうなんやろって思ってる。うん、うん。はい、あとどれから引く確定マシマシ5属性ガチャが開催ということで、なんかこの間もなかったこれ。うーん、まあ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 、ちょっとまたちょっと違うんやけどな。お、各属性10連のみ引ける、はい、最大50連ガチャ、うん、で確か最初の、そう、初回10連無料やね今回は。やね、ああ前なかったよねこんなんね。なかった。うん、だからこれ絶対忘れずに10連だけ絶対引こう、うんうん、これ選べるんやろ、どの属性にするかは。あ、そう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 、好きな順番で選べる。ガチャの開催期間が、9月の26日火曜日12時から9月の30日の土曜日11時59分までとなっております。これさ、ちょっと、周りの人であんまりニュースチェックしてない人に、うん、ちょっと教えてあげてください。これいやらしいと思ったのがさ、うん、グリファン終わってからなんよね。あ、なるほどね。はぁーと思って、これでグリファン弾けばいいじゃんと思ったらダメやった。そりゃそうやろ。そんな上手い話なかったわ、うん、で多分あれやろ、排出対象入ってへんだよ。うん、多分ね。そろそろですよね。そんな。はい、ちょっと内容いきましょう。はい。10連ガチャを引いた回数に応じて、星6キャラの確定枠が増えると。うん。で、プラス、この5回目の10連ガチャは、星6キャラ5体確定。そして、うちの1体が限定キャラクターが確定と。うん。いうことで、はい、どうしてもちょっと限定キャラクター欲しいなっていう人は、うん、狙いに行ってもいいかもしれない。そうだな。道中でも一応ね、限定キャラクター排出対象となっております。うん、うん、まあでもオーブに余裕がある人じゃないとちょっと怖いけどな。せやな、だから最初の10連無料やから、うん、オーブ200個使うわけよ、うん、マックスまで引こうと思うと。どうするかやね。いやー、この時期200個は怖いな。ああ、でも始めたての人とかはいいかもしれや。ああ、確実にキャラクターが増えるから、はあ、そういう人にはいいかもしれないんで、うん、ひょっとしたらサブサブで2人引くかもしれや。おう、うん、でみんな見たいやろ多分。どうなの、得なの、わからん、うん、そもそもこんなん10円しか引かんわっていう人がほぼかもしれない。まあそうやと思うけど。じゃあ実際さ、だからやっぱ10連はみんな引くわけや、うん、じゃあ50連まで引いたらどうなのかなって気になる人もいると思うから、うん、ちょっとこれは、うん、考えます。うん、はい。はい、10周年ありがとう重大恩返し第6弾、おー来た、ログインプレゼントビッグ3火災、ビッグ3、おう、受け取り可能期間が9月の23日土曜日の祝日0時から9月の30日土曜日23時59分までとなっております。1日1回最大3回もらえる特別なプレゼントってことは3日間、そういうこと。ああ、そんだけか、そこだよ。ああ、
こういうことですね。1日1回、期間中に最大3回まで。これ1回でも忘れたらめっちゃ痛いから、これもちょっと周りに教えてあげてください。オーブンまたは星5以上のキャラクターが、まあ、10枠分もらえると。うん。うん。あの、ガチャみたいなパパパパパって出てくるんだけど、卵になるか、オーブンになるかなんよね。そう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 。このオーブンもね、数が結構ばらつきあるんで。1個かもしれんし、こことかかもしれんし、はたまた、もっと多いかもしれんし、みたいな。うん、これ、どっちが得になるかじゃわからんねえね。うん。うん。まあでも、これも楽しみなガチャなので。うん。これはあの必ず毎日ちょっと頑張ってあげたいと思っております。限定キャラも配信最初からね。ね、出たらでかいよ。でかいでかい、うん、はい、10周年ありがとう重大恩返し、今後開催イベントは順次お知らせということで、はい、来ました。あと4つ。うん、だけど10月暑いよな。もう結構な勢いでこう来とるから、10月このままね保てるんかね。どうな、もっとさらに向こうへ行けるんかね。要はあれやろ、毎週こういうのがあるってことやろ。そういうことか、うん、そうやな。いや、めっちゃ楽しみじゃない。やばいね、10周年なんやろね、うん、あの右から2番目のはガチャリドラやな、あれな、シルエット的に。そういうのはあの口チャックしといた方がええんちゃうか。はい、獣神学会の発表がありました。はい、周遊でございます。これイラストいいね。ね、好き。特徴の方が対応ギミックのアビリティが超アンチワープ、超アンチ減速壁、アンチブロックとなっております。うん、そして源流封じ M、 気候封じ M、うん、要はキラー4種だね。で、回復 M、 SS ターン短縮、うん、コネクトスキルが自身と種族侍が異なるキャラが2体以上アンドカツなんですよ。カツ自身と戦型砲撃方が異なるキャラが2体以上。ああ。ということで。カツ嫌い。うん。で、シューさん、はい、実はね、相性のいいキャラクターいるんですよ。後で紹介したいと思います。はい、友情コンボの方が、超絶全方位ショットガン。うん。誰が持ってる友情っていうと、カルニベ、聖徳太子、ホームズ。とかになってきます。はい、まあ、カルニベバランス型、聖徳太子、ホームズはスピード型だから。うん。うん。この人攻撃型やね。そう。だから、すんごい出ちゃう。まあ、キラー対象やったらやばいやろな。うん。で、サブ友情の方が超絶クロスウェーブとなっております。はい。はい、ストライクショット。16プラス8ターンの最大24ターン。うん。自強化、弱点効果、大アップ。おダイアップってことは、確かね、通常は 1.5 倍だったかな。うん。だから 2.0 倍になるんですよ。うん。弱点の効果がプラス 2.0 倍になる。うん。うん。確かに。確かに。確かそうだったはず。これが相性のいいキャラクターいるわけですよ。お、誰や？あと。何、まだまだ引っ張ります。引っ張るな。はい、イケルシオクエスト。ゴージャスアビニベーシャ、爆絶アジタート、アルカディア、アバロン。うん、アビニベーシャに関しては、これ弱点効果アップあるから、ちょっとあんまり微妙かも、ね。あ、うん、超絶は職員、今後や社名をアシュラ、カイナード、うん、キンキが、ウレッチ、26、うん、となっております。はい、ワクワクの民は、過激もしくは正面平面、うん。うん。サポートのできるキャラクターだから、俺、正平面つけるかもしれない。うん。うん、またです、はい、現状活躍するのは近畿の26、うん、キラー対象には効果力が出せるキャラクター、回復 M とストライクショットの弱点効果大アップでサポートもできます、うん、時藤無一郎と同じ対応アビリティで、うん、無一郎のストライクショットが弱点必中のため非常に相性が良く、うん、ペアで編成することでワンパン攻略の可能性が大きくなるかなと思います。ムイ君と一緒に、そう、だから合わせるといいんじゃないかな。ムイチロー2、シュユ2とかね。おお、これだったら結構楽なんじゃない。なるほどね。うん、まあ、か他のキャラクター混ぜるかとかね。うん、うん、この使い方結構いいと思うよ。うん、うん、そんなシュユ解禁日が9月の26日火曜日12時よりとなっております。はい、そして千の利休の重心化、神、このイラストめちゃめちゃ可愛いよな。最高じゃない。うん、やっぱーと思ってもう釘付けになっとった私画面に。で、俺はちょっとなんていうの、この太ももの見とったやろ、あの辺違うの、これなんかパンツ履いてない。あ、違うよ、太もものとこにさ、このチラッと見えてるやん。多分なんかあのバンドかなんかしてるんだって。スパッツみたいなやつやな、こう、そうそう、線バンドのこの奥よ、奥なんかなんか知らんけど、じゃあ2本やって、なんかさ、俺そこがちょっとなんかちょっと評価下がったな。違う、多分違うよ、うん、分からんけど、でも可愛いよね。うん、
はい、対応ギミックのアビリティが超マインスイーパー M、うん、超アンチウィンド、アンチブロック、アンチ魔法陣の4つ、はい、そして気候封じ M を持っております。お前もかいみたいな、うん、さっきの周囲もそうやったしねなで、SS ターン短縮を持っております、うん、はい、友情コンボの方が超絶貫通ホーミング12、うん、で、三日月同じ砲撃型なんだけど、はい、超絶貫通ホーミング8だから球数は千利休の方が多いと出た、うん、だけどまあ三日月ってさ赤津友情持ってるから使いやすさで言ったら三日月なんじゃないかなと思う。サブ友情の方が超絶トライブパルスとなっております。はい、ストライクショット、はい、8プラス12ターン、うん、最大20ターン、はい、ランダと白爆発となっております。うん、ドルルルル最後にドーンってね、うん、感じやな、うん、だから友情コンボドカーンのキャラクターとかと、うん、まあ組み合わせてあげるといいと思います。うん、いけるしろクエスト、はい、ゴーデツノクターンパラドクス、うん、爆絶ティルナノーグアルマゲドン、うん、エルドラド、うん、超絶オードタキオンアカシャなど、うん、近畿が裏に7裏7 10 17裏22、うん、結構ある。まあでもちょっと最新っていう感じではないよね。まあそうやな、うん、ワクワクの民は遊撃もしくは過激かなと思います、うん、はい、4アビ対応で豪絶2種を軸に使えるクエストが多いです、うん、キラー対象には非常に強いキャラクターになります、うん、超絶貫通ホーミング12の砲撃型のためツタンカーメンと組み合わせて使用するのもありだと思います。お、まあ、通常で使うかどうかっていうのはかなりクエスチョンやけどな。うーん、イラストいいのにな。うん、そうだから多分使うとしたら絶球トーナメントとか、あ、まあ、その辺だったらいけるクエストも多いし、うん、あとは近畿とか、うんうんうん、まあ、キャラ持ってない人からしてみれば結構使うキャラクターになるかもしれない。これに関してはマジで何持ってるかによって、うんうん、頻度変わってくるキャラクターかなと思います、はい、でも可愛いから厳選はするはい、そんな千利休、9月の26日火曜日12時より解禁となっております。はい、はい、10周年アニバーサリー追加情報、はい、まあ YouTube のチャンネルでライブ配信知ってました、うん、そりゃそうですよねって言われね。あと爆絶 M4 のやつやります。はい、知ってました。で、グッジョブがね、また販売されると。竹内涼介さんのやつよね。そう、これね、あの有料オーブじゃないと買えないから。はい、でもこれイラストいいから多分全部買っちゃうんだろう。あ、そう、うん、ファーストどうかなと思ったけど、ファースト以外全部買うなと思ったんだったらファーストも買っちゃうお得になるかもしれんな。そんなこともないか。あセットで買うと割引しますみたいになったらないないないセット価格ないから。ないか、うん、はい、そしてグッズ追加情報。おお、俺カラビナ？そう、カラビナって何？要はあれじゃないの？こうキーケースみたいな？あ、まあまあまあ。キーリングか。うん。あ、ちょっとこれは欲しいなと思った。可愛いね、オラゴンでね。うん。これさ、指輪、シルバーリング。うん。おいくらだと思いますか？19,800円。はい、ダメ。全然ダメ。全然届いてない。石が高いの。シルバーですよ。は。おいくらでしょうか？4万ぐらい。全然。うっそ。もっともっと。10万とか？はい、ビンゴ。マジ？マジで10周年やでか10なのかって思って行ったなーって行ったなー、びっくりした。なんかね、あのアルファベットとか刻印できるらしくて。いや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 、無理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 、全然無理ですよそんな余裕あるんだったら。大丈夫、欲しいなんて言ってないから大丈夫よ。出るまでかちゃってます。似合わんし私口が裂けても欲しいなって言えよはい、そしてモンストグランプリ2023、はい、優勝予想ミッション開催って。おー、いやこれさ、決勝大会出場チーム見てみたけど、うん、やっぱりすごいチームだよねこれね。今回からロゴがねみんなできてさあれ前もなかったっけ。いや、クルセイターズとか今回初めて発表したって言ったよ。あ、そうなんだ、うん、あれプロチームだけか、ロゴあったのって。プロだけじゃない。そうか、うん、あ、じゃあこれ結構嬉しいね、じゃあ、うんうん、すごいよね、作ってもらえるって、うん、めっちゃかっこいいよ、ね、そう、めちゃめちゃかっこいいと思って、うん、でね、仲のいい熊としチャンネルの熊さんとトスさんがクルセイダーズで出るので、はい、まあ、そこもね、ちょっと注目しております、うん、はい、そして書き下ろしグッズ第5弾秋のパーティーが登場。またガラッと変わったね、雰囲気。全然雰囲気変わったな、ね、うん、めっちゃ秋やん。なんか八雲ちゃんの表情がまた全然大人っぽいね、うん、変わって、うん、これはこれですげえなと思います、うん、まあ、モンスターの方でね、まあ、欲しいなっていう方は、調べてみてください。はい、
はい、おすすめの来週のラッキーモンスター、おー、恐林坊、こちらがウソップさんブルック1で2分ぐらい、はい、でここに関しては王本とかさ、うん、あの辺反射のキャラクターあんま積まない方がいいと思う。雑魚が多すぎてハマっちゃうから、うん、やっぱり貫通のウソップ、あと敵が多いからブルック1体入れて、うんうん、が一番安定すると思う、うんうん、そしてあとクーガンスだね、うん、これ今のやつ、そうだね、うん、ルシー1、クシャンティ3で、まあ、ワンパン攻略できるわけですよ、うん、こうテレポトンネルのところに所定ルシーにしといて、うん、こうコーンコーンでテレポトンネル入れて、うん、でちょっとあの画面からね、画面からね、これこっから25度ぐらい角度つけてあげるわけよ、うん、これぐらい、これぐらいの角度で弾いてあげる、これぐらいの角度で、そうするとワンパンできるから、うーん、まあ、そうやって周回すると1分ぐらい、はあ、うん、なんでね、まあ、まだ運極じゃない人よかったら参考にしてください。はい、はい、ということでまとめいきましょう。はい、9月の22日金曜日4時からお出かけスポットキャンペーン、はい、19時から新超絶重い金、うん、そして9月の23日土曜日0時からログインプレゼントピックスリー、はい、ありがとうございます。12時からグリーンファンタジー2時前やい。9月の26日火曜日アップデ後にパックが再購入できます、うん、で12時から確定マシマシ5属性ガチャ、うん、周遊の重心化簡易千の利休の重心化、うん、そして9月の30日の土曜日0時からモンストの日、うん、17時から新号絶ドケソコトリ覚えれん、ドケソコトリ、うん、で18時30分からモンストニュース、うん、そして10月1日日のなんて10月1日なんて言った今10月1日日曜日17時よりこちらもモンストニュースとなっております。もう忙しいね。どっちでコラボの発表があるかね。そうやな、なんか俺ね土曜日のような気する。前のこの前のパターンでいくと土曜日やな、うん、で日曜日に他の受信課とかな、ね、うん、受信課会とかその辺が発表されて、うん、あとはまあアップデ情報とか、あ、そうね、うん、まあ、楽しみやね、うん、もう10周年ね、早いね、もう1週間後ですよ、あっちゅう間ですよ、うん、ということで9月の30日10月の1日、はい、10周年があるということで、はい、まあ、楽しみに、まあ、それまでね、ぶっちぎってね、やれることやっておこうという形でございます。はい、はい、いかがだったでしょうか。よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知、あとコメントもお待ちしております。はい、よろしくお願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、10周年やべえな、もりもりやな。確定マシマシどうするかな。マシ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 しちゃうか。マシマシ、うん、10マシマシ、サブ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 、そんなオーブないよ。あるよ。ないよ。チケット持ってんの俺は知ってるんだよ。へそくりやん、あれ。あ、へそくりやん。みんなのために使おうぜじゃん。へそくり、俺だってそんなめちゃめちゃオーブあるわけじゃないけどさ、そう、みんなのために使おうかなと思って、みんな見たいやろうなと思って、うん、で見たい人はコメント欄にね、見たいって聞いてくれたらね。めっちゃ来るぞ。わからんよ。めっちゃ来るぞ。お待ちしております。